はい、どうもみさんこんにちは、太陽です。今日からですね、集まれ動物の森、こちらをやっていこうかなと思います。まあ、だいぶね、発売されてから、まあ、時間も経ってまして、まあ、今頃始めるのかっていうところもあると思うんですけどもですね、まあ、近々というか、まあ、あの夏のね、アップデートが入ったりして、まあ、盛り上がっているそうで、でですね、こちらの動物の森、まあ、癒し要素もね、まあ、あると思いますので、まあ、その辺で癒されつつ、まあ、家とかね、まあ、そういったところを、まあ、クラフトしたりとか、まあ、自分ね、アークっていうね、あのサバイバル、まあ、オープンのサバイバルゲーム、やってたんですけども、まあ、そちらとね、ちょっと似たような感じもありますので、まあ、楽しんでやっていけたらなと思います。で、今回がね、動物の森シリーズっていうのも、まあ、ほぼほぼってかね、初見になるんですよね。スマホで出てたあのポケモリかな、あれはね、ちょっと最初の方だけかじったんですけども、まあ、すぐやめてしまって、こちらのシリーズがね、まあ、ほぼほぼ初見と、言ったところになりますのでですね、楽しんでやっていきたいなと思います。はい。では行きましょう。うん。たぬき快活の豆吉。つぶ吉ね。顔が似すぎてわからんのだけど。うん。よろぴく。うん。なるほど。太陽の歌と名前を入れさせてもらって。あいう。うーたと。オッケー。誕生日が。はい。動物の森ってあれなんだね。なんかふにょんふにょんふにょんって言ってるけど、なんか一応この日本語表記を、なんかちょっとね、早めに読んだよみたいな読み方するんですね。お写真。ここでキャラクリって感じかな？ OK。まあ、男の子。ああ、こういう感じね。夏の島だからね、ちょっとぐらい日焼けしててもいいんじゃないかなって気はするけど、まあ、こんぐらいにしとこうか。髪。髪ね。これ髪の種類とかも増えたりするんだろうか。ああ、そっち系ね。まあこれでいっか。これは髪色かな？なるほどね。茶色ぐらいにしとこっか。目。おー。なるほど。これがいいかな。花。こんなもんで。あ、口これでいいんじゃないかな。これなんか変わってる？あ、細さってこと？うん、まあこんなもんにしとこうか。オッケー。まあね。北半球と南半球。
日本。うん。お上手。まあそりゃそうだよね。OK。島を選ぶ。あ、マップを選べるんだ。なんか笑われてんだけど。うん。フィーリングね。あー、なるほど。結構違うんですね。この川が入り組んでるところもあれば、ここはなんか湖っていうか、なんか大きいんだね。どういうのがいいんだろう。川ね、これにしよっか、とりあえず。なんとなくね。無人島に持っていくとしたら、寝袋、食料、明かり。無人島でしょう。明かり、まあ明かりもね、何を持っていくかだよね。寝袋、まあ、寝るのも大事。食料、食料がある島なのかも分かんないからね。食料にしとこうか。聞いてみただけかい。テンションプリーズ。うん。ほう。ほう。Good afternoon, everyone. 本日は無人島移住パッケージチャーター便へのご搭乗誠にありがとうございます。到着までの間、無人島生活のイメージの映像をご覧になって、ごゆっくりおくつろぎください。あ、映像があるんだ。この音楽ね。おお。リゾートって感じ。セミリアルすぎ？あ、なんかいるね。カエル？羊、猫。これは狼か。これ何？犬？ウサギ。めっちゃいろんなキャラクターいるね。うん。魚も結構ね、顔が結構リアルですね。カブトムシもすんげえリアルだ。タヌキ開発。やるやん。おー、なるほど。テントがありますね。梨。なるほど。これ誰？
ハトみたいな、カモメか、なんか鉄の装備した、ハトみたいな、カモメみたいな。こいつは羊かな、羊っぽいね。あ、でかいタヌキがいる。羊か、ウェンディ、銀閣、ほう、社長ね。ああ、社長っぽいわ。タヌキッチね。スタッフも住み込みでサポート。ほう。テントね。おお、なるほど。テントを選んで貼る。たちのなんか質感リアルだね。ダンボールとかも。ほんと 3D な感じ。地図はどうやって見る？あ、こういう感じね。止まんないと見れない感じ？これは何だ？的には止まんないと見れないのか。ここはタヌキチたちの青家だよね。どこがいいんだろう。この辺とかにしてみようか。想像してみる。まあいいんじゃない。自分のテントを張った。ほう。説明ね。拾えないの。旦那も。なるほどね。どうやって拾うんだろう。拾えないのかな。拾えないっぽいな。まあしょうがないか。どこ行ったんだ。あ、いたね。ウィンディーだよ。ダポテ、ダポテ。
マビンディーローもペンダロー。ロビーはさらにロなんだってね。トイレなんてなんだれなし。そろそろまで一番ローもペンダロー。さよならロー。良さそうだねにしとこう。ほろり。じゃあちょっと、のシミュレーションに座ってみれよ。こわしい、のテロがあったから。こらんじるもんだね。だて。まあいいんじゃないかな。よし、こわし安心だか。あの、成功しましたよ。あとね、だて。もう一人のは、どなようだろうね。こわし安心しないよって感じだし、見せてやるらしいね。金閣はどこ行ったの？うん。まあ、いたね。金閣。うん。まあ、いいんじゃないかな。ちょっと一緒に練習しようぜ。このイベントはただ。こんな感じだと思うんだ。いいと思う。そう、お弁当行ってないね。中身しよう。よし、お金のとこ。コミスド、いや。自分のようか。迷って話しはったよ。もしかして、もう自分より、なんかもう手当てるはずか。お前、何言うんだ。うん。なんかこいつ防御力高そうだね。なんかナイトって感じ。簡単なもん。キャンプファイヤーいいじゃん。今話しかけてんじゃん。今話しかけてたじゃん。うん。オッケー。10本ね。梨らしき実。なんかラフランスっぽいよね。形的に。まあいいね。2、3。これスタミナとかはないのかな。スタミナの概念みたいな。こういうなんか集める感じのゲームは楽しいね。なんか余計なの入手してんの。あ、これ雑草？これ雑草って取るとなんかあるの？聖地？みたいな。こういうの集めたくなっちゃうよね。12本になった。これでどうだ。まあね。
ついでにね、まあ、いろんなもの拾っといて、後々ね、使うだろうから。これなってる以上は落ちないんだね、やっぱり。これ梨って、なんか起源みたいなのあるのかな？よし。うん。オッケー。おやるやん。新ビジネス。まあそうだね。島の名前。これでいいでしょう。せーの。モッチのローン、モッチのローン出たね。あそこも選べるんだ。サンシャイン島、サンシャイン島、サンシャイン島。これでいいね。島民代表ね。頑張ります。めっちゃ喜んでる。なんかスムージーみたいなの持ってるね。あ、なるほどね。よくできてんね。あ、じゃあこれあれかな、フルーツが違ってたら飲み物も変わってたのかな。リズム刻んでんね。なんかサソリとかいるんだけど、危なくない？兄貴なりたい系ね。だって、ほう、あ、そうなんだ。
踊ろっか。休もうかな。なんだろう。ほう。なるほどね。何使えるかわからないし持っとこう。で、ああなるほどね。こんな感じなんだ。何これ。ラジオ。ああなるほど。止める。で、ベッドか。この向きなの。眠る。誰？お前誰？ついにリリレが通って超死んだね。おお、まあね。トタケケ。いいんだよ。アルコールをたずつのオランジ。つなごみ、つりおみ。やっぱいいもんだ。うん、なんかね、うん。リリレ自由気ままくだのは、つなしよう。おお。だろか。リリレが通ると、不動たずくることもあんだな。なんだこう、人間の心理をこう、知ってるかのような。そのうち、つそばに、なのに、並んでると、手伝うんでろね。おぉ。やっぱり、もんよ。きれい、なかなか喋っちゃって、こんな。もうそろそろ、目覚めた方がいいよな。あ、そうそう。こう世界は、きれい、くずより、大勢で崩した方が、きっと立ちそうよ。なるほど。たぶんなのだが、きの場所に、あ、見てくれといいね。あ、メレカーは、現地当時、人の鍋の中で、キングダムを頼んでるよな。うん。そうじゃ、また。なんだこれ、夢の世界の住人みたいな。まあ、てなわけでですね。まあ、今回は一旦この辺でね、区切っておきたいなと思います。まあ、無人島生活がね、始まって1日目なので、まあ、こんなところでいいかなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またねー。